早速本日の主役であります中川翔子さんにご登場いただきましょう。皆様盛大な拍手でお迎えください。猛毒大使の中川翔子です。おはようございます。こんにちは。おはようございます。おはようございます。なんという光栄な肩書き、大役に抜擢いただきました、はい、猛毒大使、大興奮でございます。このサンシャイン水族館とのつながりもありまして、この水族館でも人気のクリオネの触手バッカルコンの名を一般的に、まあ、知らしめたのも中川さんですよね。そんなことございません。そうですよでもバッカルコーンってなんかこうコンサートなどで挨拶みたいにやるとものすごく盛り上がるんですよね。皆さんちょっと両手を拝借よろしいですか。バッカルコーン、もうちょっと元気にいきましょうか。バッカルコーン、ありがとうございます。こんな感じで挨拶みたいに使わせてどうもありがとうございます猛毒大使への就任式を執り行いたいと思います。猛毒大使任命状、中川翔子殿、貴殿をサンシャイン水族館猛毒展猛毒大使に任命します。こう人生でいろんなことさせていただいてます。あの歌だったりとか、ある日はこう深海生物捕まえに行くロケだったりとか、あの有吉さんにあだ名をつけてもらうチャンスがあったのに、君は見る人によって何をしてる人かわからないよと言われてしまってあだ名がつかなかったということがあります。これからは堂々と猛毒大使をやっておりますという、はい、肩書きをね、名乗れるわけですね。加えてくださいね。はっきり、はい、これで何をしている人間かがはっきりわかります。猛毒大使です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで猛毒大使。実はですね、中川さんにはあらかじめ猛毒展を PR するためのイラストをお願いしておりました。書いてくださいました。はい、今ベールに包まれているこちらにそのイラストがあるわけですが、今日この場で初お披露目をさせていただきます。はい、3、2、1。どうぞ。まさかこんな風に大きなパネルにしていただけるとは。イラストを描くことが大好きです。今回猛毒展、はい、いろんな魅力的な生き物たちが展示されます。そして嬉しいことに、なんとこの今回描かせていただいたイラストがポストカードになってあの300枚配られるということなので、ぜひこの夏の残暑を乗り切るために好きな人にこのポストカードで残暑見舞いを送りつけるというのはいかがでしょうか。ぜひ私も、送りつけたいなと思いますので皆さん猛毒展楽しんでください。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。今回猛毒展、そのポスターを見て驚いてたんですね。わ、絶対遊びに来なきゃと思ってたらまさかの猛毒展、しかも猛毒大使、その発想は脳みその外側でした。びっくりしました。誰に送りつけようかなと思っております。本当に、はい、ぜひぜひ送りつけてもらいたいよっていう男子がいたら立候補していただけたらお願いします。5月に付き合ってたの彼女、残念ながらフリーダムどっちでございましょう。はい、ソロ活動を満喫しておりますので、はい、新たに募集したいと思います。無事捕まったとニュースを見てほっとしました。やっぱり良くないことなので、はい、なんか万引きって良くないことなので、はい、もっとちゃんと悪がなくなればいいなと、悪を滅ぼす毒があるならいいなと思いますが。